13日午前6時13分頃日本、東北地域で M6.6 の強震が発生した。震源は北緯 38.9 度、東経 142.1 度の宮城県沖合で、震源深さは約 50km で把握されたと日本の気象庁が明らかにした。この地震での岩手県内陸南部で震度5を超える強い揺れが感知され、東京でも震動が感じられた。地震の影響で高速鉄道である新幹線の一部路線が運行を中断した。東京電力は2011年、東日本大地震の時事故が起きた福島第一原発に影響があるのかどうかを確認中だ。この地震による津波の猶予はないと NHK は伝えた。最後まで動画を視聴してくださり、ありがとうございました。当チャンネルでは、今後も、あらゆるニュースについて、動画を作成していきます。もしよろしければ、チャンネル登録のほど、よろしくお願いいたします。登録は、下の、チャンネル登録、ボタンを押してください。ありがとうございました。